23のサブリーダーの、あ、サブリーダーとかいつも言ってたわ。生田優です。よろしくお願いします。お願いします。姫のお誕生日のお祝いに可愛い後輩ちゃんが遊びに来てくれております。山崎めいちゃんです。どうぞ。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。モーニング娘。23の山崎めいです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。エミナ姫の短冊の願い叶えます。イエーイ。あ、これいっちゃおう。これこれですか。どうせ当たるはずもないのでちょっと大胆なお願いをしてみますが、うん、私に向かってガチの愛の告白してください。エリマキさん。エリマキさんどこにいる。入った。いたよ。行ってきな。いいよ、してあげるよ。すごい、いいな。いい、通路側にいるじゃん。本当だ。なんて言ってほしい。しかも昔からのファンの人だ。おー、告白すげえ。立てますって。すげえ緊張してんじゃん。ガチの告白って何。好きだよ系。そうだよそうだよ。いつも応援してくれてありがとう。好きだよ。うえー。静止感でんな大人になるにはもうちょっとでしょ。過去になんとも救われた愛を知ってるわ。信じて今日を行く人間らしく行こう。不器用だからいいんだよ。一生懸命という言葉意味まで覚えた。一人の日もいいんだよ。ありがたさに気づくさ仲間と言う。こんばんは。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。モーニング娘。23新メンバーお披露目 FC イベント17期井上遥夢げた子にお越しいただきありがとうございます。それでは早速本日の主役をお呼びしたいと思います。あかねちん2人の呼び込みお願いいたします。はい、チョコミント好きは誰にも負けません。花のセブンティーン、はんなり京都ガール、もしかしたら関西弁が聞けちゃうかも。17期メンバー井上遥。イエーイ。続いて、梅干しは甘いのでもない、酸っぱいでもない、しょっぱい派。モーニング娘。最年少、今日はあなたの心をゲッターしちゃいます。ユミゲタアコー。イエーイ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あかねちん先輩の一問一答。イエーイ。スタート。好きなパスタは何ですか。ミートソースです。カルボナーラです。最近見た夢は。そこまで最近じゃないんですけど、うん、お化けが出た夢です。ハガさんに怒られる夢です。あ、ちょっと待って、気になるぞ。やばいぞ。行くぞ。ちょっと続き後で聞こう、うん、さあ気になるゲッター。はい、気になりますね。何だったっけ。何でしたっけ。ハガさんに怒られる夢を見ました。あ、怒んないよ、あかねちゃんは、うん、怒んないと思うけどね。どんな感じだったんですか。ちょっと夢だからさ、うん、なんかその日なんですけど、うん、私スマホをなくしてしまってちょっと怒られた日があったんですね、うん、へー。その日の夜に、うん、夢の中でまたスマホをなくして、うん、ハガさんに呼び出されて、うん、なんかなんて、違います。なんてやばいやばい。なんか注意力足りないんじゃないのみたいに。ハルさんゲッターの特技披露タイム。イエーイ。特技を披露していただこうと思いますが、特技は何でしょうか。フィンランド民謡です。フィンランド民謡でございます。ニブラサクルセポルカンタフティーアラカニポフティークックティーイエバンアイリセリットサバッテバクラハイバセユークティーシナエイメタシンロンケンロハイタシンラクラスコーライエサライタサルリヒットトペタパラッパティップヒリアレン。ありがとうございます。歩いて